はい、どうもどうも、ひしーです。というわけで、メインミッションか、これか、メインミッションの方で、超高速クリアっていうのをやっていきたいと思います。もちろんノーキル、ノーアラートでやっていきます。ノーアラートなんですけど、リフレックスはめちゃめちゃもらいます。リフレックス中にどんどん敵を処理していくみたいな、そんな手法でやっていきたいなと思っております。結構走りっぱなしでいけますね。で、パスから助けに行くルートになります。チコが後回しって感じですね。やっていきましょう。これは潜入任務だ。敵に見つかるな。まずは双眼鏡で状況を把握するんだ。はい、まあ、ここは毎回止まりますよね。よーいドン。もうこっからガンガン走っていきますよ。ここも関係なく走っていきます。で、足音で怪しまれますが気にせず行きましょう。で、ここをこんな風にドッカーンとど真ん中突っ切って、それでこう逃げこういって、第1回目のリフレックスで、こいつをリフレックス中に処理しの、こんな風に走り抜けていくという感じですね。まだまだどんどん行きましょう。どんどん行って、どんどん行って、その辺でしゃがむ。で、ここにおるやつが向こう行ってるのを見たら、もう一回走る。で、ここでわざと見つかって、リフレックス中に、よいしょ、処理 C の、こいつも眠らすと。で、どんどん行きましょうね。で、ここのこいつはいつもアホな子なので、ドッカーンと、いきましょう。あ、見つかった。ここは、まあ、もうちょっと慎重に行ってもよかったんですけどね。まあ仕方ないでしょう。行きましょう。はい、で、ここは壁に向かって、よいしょ、はい、で、よいしょ。まだターゲットに接触するな。敵が近くにいる。よいしょ。こんな感じで処理したってください。で、チコをまず助けて、ミッションインフォー has been updated。で、ここがね、意外に難しくてね、リフレックス中に、あれ一人おらんわ、ラッキー。ここ二人おるんで、リフレックス中に二人処理せんとダメなんですけど、なんかいなかったですね今。あ、そっか、ん、なんでやろ、ここ見に来たんかな、もしかして。まあええか。あそこ多分同じようにやったら大概2人いると思いますんで、皆さんは気をつけてください。なんかラッキーでしたね。で、ここもこんな風にガンガン走れてて、この辺で見つかるんで、ここちょっと難しいけど、こんな感じで処理してください。でね、ここが分かれますね。あの敵が向こうを向いてるか、こっち向いてるか。こっち向いてるんで、突っ込んで、この間に、処理しちゃうと。右向いてる時あるんで、その時はすり抜けたってください。簡単にすり抜けられます。で、この辺にも敵おるんやけどな。ほら、いけるか。見つからんといけた。なんかラッキーやな、今回。すごい。サクサクいけてますね。あ、ここいつで見つかんねや。ほんで一個ラッキーやったらあれやね、どっかでは見つかるみたいな。で、こいつもこんな感じでいってくださいね。おい、
ほんでランデブーポイントの直前ぐらい、あここら辺か、この辺に降ろしてくださいね。じゃあガンガン行きましょう。旧収容区画だ、ターゲットはそこにいる。あのサーチライトがねちょっとくせ者で、今向こう向いてるかな、この隙に行っときましょう。ターゲットに接触しろ。んで今のうちに行けるか、こっち来た、こっち来た。事故を回収するんだ。エリオようなら周りの敵に気をつけろ。落とされるぞ。で今の間に行きましょう。でここ車おるからね、走ると見つかるんですよ。でこの辺ぐらいから OK かな。で超速クリアとか言いながらヘリを呼ぶタイミングをミスってしまいましたね。ちょっと遅なるかも。まあ、いや、ほんまは事故の檻を開ける前に呼んどかなダメやったんですけどね、ちょっと失敗ですわ。はい、早く。こちらモルフォ、まもなくランディングゾーンに到着する。ありがとう。まあ、かなり今タイムロスしてますけどね、これでもだいぶ早いと思いますよ。効率よくするなら檻を開けるちょっと前ぐらいに読んどく感じですね。はい、あとは事故だ。これで何分ぐらいやろ。5分台か 4分は多分出えへんかな。あ、ミスった。タイムロス。まあ結構早くクリアできてる方やと思いますね。これでもどうかな、タイムの方は。あ、6分。まあ結構かかりましたね。ちょっとねヘリ呼ぶタイミングが遅かったんで、あそこをもうちょっとちゃんとすれば、もうちょっと早いタイム、おそらく5分台でノーキルノーアラートでクリアできるんじゃないかなと思います。まあミソはもうわざとリフレックスになってその間に敵を処理するっていうとこですね。はい、まあこんな感じで、最速というか超速クリアですね、目指してみてはいかがでしょうか。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。